クプレジデンシャルリムジンキャデラックエスカレード。キャデラックはアメリカの自動車メーカーであるゼネラルモーターズが展開している高級車ブランドである。略称はキャディ。キャデラックには様々なカタカナ転写があるが、香港では日本ゼネラルモーターズが定めたキャデラックと記載する。キャデラックフリートウッド、中華民国の小介石相当専用車イギリスの ロールスロイスやドイツのメルセデス・ベンツ、アメリカのリンカーンなどと並び、アメリカのみならず、世界を代表する高級車ブランドとして知られている。また、アメリカ大統領の専用車として第一次、世界大戦当時のウッドロー・ウィルソンから、現在のドナルド・トランプに至るまで、長年にわたりライバルのパッカードやリンカーンと共に、使用されているほか、多数の国で、王皇貴族や、 政府指導者の専用者として採用され、富裕層にも愛好されている。キャデラックは長らく、アメリカ本国市場がメインであり、一般ユーザー向けの販売に関しては、正規の輸出が事実上隣国のカナダと、日本や中華民国、フィリピンなどの一部の東アジア諸国と、サウジアラビアやクエイト、アラブ首長国連邦などの新米的な中東諸国のみだったが、 1990年代後半からヨーロッパ諸国への本格的進出を試みるようになった。なお、それまでも多くの車種がイギリスやフランス、ドイツなどへ並行輸入されている。また、同時期に日本やイギリス向けに右ハンドル使用車を投入し話題となった。2000年代には中華人民共和国やロシアなどの 経済成長が著しい新興諸国にも進出。2007年には、日本やイギリスと同じく右ハンドル、左側通行の南アフリカ共和国にも、進出している。モデル A モデル M57V8899 年に、ヘンリー・フォードを要して、ヘンリー・フォード・カンパニーが設立されたが、フォードは、経営陣との対立で会社を去り、1902年、 機械メーカーの工場長であったヘンリー・マーティン・リーランドが壊れて公認となった。デトロイトを開拓したフランス貴族、アントワーヌ・ロメドラ、元スイウール・ドカディアックにちなんで社名とブランドをキャデラックに変更し、1902年10月に1号車を完成し、1903年から自動車の本格生産を開始した。リーランドは精密加工技術の権威であり、 その指導のもとに作られたキャデラックは高品質であるだけでなく、黎明期に手作りで作られていた自動車の欠点であった部品互換性の悪さを最初に克服した自動車の一つとなった。1908年には、イギリスの王立自動車クラブによる部品互換性テストに合格して、ラックからデュアートロフィーを受賞している。1909年には、 ゼネラルモーターズの設立者であるウィリアム C ・デュラントの求めに応じて GM グループ入りし、以後は GM の最高級レンジを担うモデルとして生産されている。リーランドは第一次世界大戦中に連合国軍を応援するための軍需品制作をしない GM に愛想を尽かし、リバティエンジンを制作するために自身でリンカーン社を設立した。この会社は 第一次大戦後高級車を製作したが、すでに大衆車の時代であり、フォードモーターに破格の値段で買収され、フォードの経営の下で安定を得、ブランドとしてキャデラックのライバルとなった。キャデラックの特徴として、古くより先進技術を積極的に取り入れたことが挙げられる。特に、世界初の実用的なセルフスターターの搭載は、初期における顕著な功績である。 これ以降にも、世界初の量産、V 型8気筒エンジンや、V 型16気筒エンジン、シンクロメッシュギアボックス、ダブルウィッシュボーン式全輪独立喧嘩の実用化、パワーステアリング、ヘッドランプの自動調光システム、エアコンディショナーの搭載など、近代の乗用車の技術革新に、大いに貢献し、これらの新技術は後に、ヨーロッパや日本をはじめとする、 世界各国の自動車会社が模倣するようになった。なお、キャデラックは、世界で唯一、デュアートロフィーを2回受賞した会社となった。モデル 314V16 ロードスターラサール38クーペ75セダンこれらの世界の最先端を行く、先進技術の導入により、世界各国で、 高いブランドイメージを確立した1920年代から1930年代にかけては、歴代のアメリカ大統領や、各国の王公貴族から、ベイブ・ルースや、ジョー・ルイスなどのスポーツ選手、さらにアルカポネのようなマフィアまでが愛用し、ヨーロッパのロールス・ロイスや、イスパのスイザ、アメリカのデューセンバーグやパッカードなどと並び、高級車の代名詞的存在となった。 これらの裕福なオーナーの多くは、V 型16気筒エンジンを搭載した車種に、それぞれのお気に入りのコーチワーカーでボディを仮装し、同時に、蒸気のような最新技術をオプションで装備させ、自らの好みの一台に仕上げた上にコンクール、デレガンスに出品し、その豪華さを競い合った。1928年からは、兄弟ブランドである、ラサールを設立し、 年々豪華さを増してゆくキャデラックより内外装の装飾を簡略化した廉価なモデルを発売することで新たなユーザー層の獲得を狙った。当初より販売は好調でラインナップを増やしていったもののビュイックやオールズモビルなどの GM グループ内の他の注意ブランドとの競合などの理由から1940年に廃止された。1930年には 世界初の乗用車向け V 型16気筒エンジンを発売し、ラインナップを拡充したものの、前年に起きた世界大恐慌により1930年代前半の販売台数は他の自動車会社と共に低迷を続けることとなった。しかしその後、フランクリン・ルーズベルト政権によるニューディール政策の導入などにより、 アメリカ国内の経済が回復してきた1930年代後半には、その販売台数は回復し、流麗な大型ボディに V 型8気筒や V 型12気筒の大排気量エンジンを搭載した高級車を作り続けた。好調な販売を続けるかに思えたものの、1939年9月の、 第二次世界大戦開戦と1941年12月のアメリカの第二次世界大戦への参戦によりアメリカが戦時体制下に入ったことを受けて新モデルの開発は凍結されることとなった。さらに戦時体制下で燃料の配給制が導入されたことを受けて燃費に難がある V 型16気筒エンジンも廃止されることとなった。なお、 第二次世界大戦中においても、アメリカ政府の上層部をはじめ、ドワイト・ D ・アイゼンハワーや、ダグラス・マッカーサーなどのアメリカ軍の指導部も、キャデラックを利用していたこともあり、モデルチェンジを行わないまま少数の生産が続けられた。シリーズ62クラブクーペ1945年8月の第二次世界大戦の終戦後しばらくは、 戦前型のマイナーチェンジモデルを作り続けることとなったが、初の本格的な戦後型として、終戦直前より一から開発された1948年型は、当時の GM のデザイン担当副社長の、ハーリー・アールの訓導を受けたフランクリン級ハーシェによって、自動車業開発の局面ガラスとピラーレスハードトップ、そして、 ロッキード P-38 戦闘機をモチーフにし、その後世界的に流行したテールフィンを備えた先進的なデザインを施され、大きな反響を呼んだ。なおこの頃より、当時の GM の会長であるアルフレッド・スローンによって、発案され1949年から開始された GM が自社のコンセプトカーをアメリカ国内にくまなく展示するために開催した。 巡回式、モーターショーである、モトラマ向けに開発した、コンセプトカーのデザインを取り入れることが多くなった。また、後継機による、販売台数の増加や新技術の進展を受けて、イヤーモデルという形で、モトラマで発表された新デザインのモチーフを取り入れた、衣装変更や、新技術の導入を行った、モデルチェンジをほぼ毎年行うようになった。 エルドラドセビルシリーズ62、コンバーチブルフリートウッドエルドラドさらに1950年代に入ると、クロームメッキを多用した、ダグマーバンパーと呼ばれるバンパー一体型の、フロントグリルや、デュアルヘッドランプ、さらに巨大化した、テールフィンなどの豪車なエクステリアデザインと、エアサスペンション、パワーステアリング、電動トランクオープナー、クローザー、 自動調光ヘッドランプなどの当時の最新技術を備えた新型モデルを、やつぎばに市場に投入した。特に、ビル・ミッチェル、チャック・ジョーダン、デーブ・ホールスの指導の下、ジェット戦闘機とロケットをイメージしてスタイリングされた、6メートル、近い全長に、巨大なテールフィンとデュアルヘッドランプ、クロームメッキとホワイトオールタイヤを備えた1959年型は、 後継期に沸く1950年代のアメリカのアイコンの一つとなった。ハーリー・アールの後を継いで、ビル・ミッチェルがデザイン担当副社長となった直後の1960年型からは、これまでとは打って変わって巨大なテールフィンや過剰なクロームメッキは姿を消した。ものの、イタリアのカロッツェリアであるピニンファリーナとのコラボレーションにより、 様々な小モデルを発表し続け、そのデザインを市販車にも流用した。特に1960年に就任したジョン・ f ケネディ、大統領のファーストレディで、当時その優雅なファッションが、世界各国から注目を集めていたジャクリーンから、インスピレーションを受け、イタリアのピニンファリーナがスタイリングし、1961年のパリモーターショーで公開された、ブロアム・ジャクリーンの デザインモチーフは1960年代のキャデラックに数多く流用された。その後もキャデラックの優雅なスタイルと最新技術は世界各国の高級車に大きな影響を与え続け、1970年代前半にかけては販売台数が増え続けただけでなく、その名声も絶頂期を迎え、エルビス・プレスリンやリベラーチェ、ジョーディ・マジオやソービレー、 アーガー・ファーン4世などの世界中の大富豪やセレブリティ、スーパースターらが愛用し合わせて多くのハリウッド映画にも登場したことでアメリカ文化を象徴するアイコンとなったセビル・セビル,ル1970年代前半に巻き起こったオイルショックの影響を受けアメリカ市場でも要求されたダウンサイジング化と低燃費志向に対応すると同時にアメリカ製高級車に比べて サイズが小さく燃費に優れたメルセデスベンツのコンパクトクラスや S クラス BMW の5シリーズや7シリーズなどのヨーロッパ製の高級車への代行車種として1975年にセビルを発売した。セビルは全長が5メートル強とサイズこそ小さくなったものの内外装のスタイルはこれまでのキャデラックのものを踏襲し優雅さを残していた。 また装備面でも、キャデラックとして、初の電子制御式燃料噴射装置を標準装備し、低燃費志向にも対応した設計であった。当時のキャデラックとしては最も価格が高かったにも、かかわらずヒットし、さらに1978年には、二トーンカラーや高級な、革素材のシートなどをおごった上級バージョンの、セビルエレガンテを追加したほか、1979年には、 イタリアの高級ファッションブランドであるグッチバージョンを販売するなどキャデラックの看板車種の一つとなった。1980年には1930年代のダイムラーやロールスロイスを彷彿とさせるリアスタイルを持ち全輪駆動化したほかシリンダーカットオフ機構などの少年ピ機能を導入した二代目に進化した。2代目はキャデラックとして 初のディーゼルエンジンやトリップコンピューターなど数々の新機構を導入したことも市場に好感を持って受け止められ引き続き好調な販売を維持し続けた。シマロンさらに1982年には高価格セグメントへの参入を狙っていた日本車や小型ヨーロッパ車との競合やキャデラックのオーナー層の高齢化への対処さらにアメリカ政府により 各自動車メーカーに課されたカフェに対処するために創業当初の1914年以来67年ぶりの直列4気筒エンジンを搭載した上ディーゼルエンジンを用意したさらにシボレーキャバリエやポンティアックサンバードビュイックスカイホークやイスズアスカなどの他の GM の両半小型車で使用していた前輪駆動の J プラットフォームを流用した小型キャディラックであるシマロンを導入した。シマロンはアメリカ市場の低燃費指向に対応した新世代の小型キャディラックとして当時のアメリカにおける日本車の最上級車種であるトヨタクレシーダや日産、マキシマ、さらにメルセデスベンツ 190E や BMW3 シリーズ、アウディ4000などの上級小型ヨーロッパ車を 主なターゲット都市、約12。レードルとヨーロッパのライバル車に比べ廉価に設定しつつ、パワーステアリングやエアコンを標準装備し、さらに、本革シートや自動調光ヘッドライトをオプション設定するなど、他の J プラットフォームの GM の小型車に比べ装備を充実することで差別化を演出していた。しかし、部品共通化にこだわるあまり、キャバリエやスカイホーク、 オールズモビルフィレンザなどの他の GM 社との差別化に失敗し、初年度から販売は低迷した。1983年には内外装を大幅に充実させ、さらにキャデラックシマロンと改名し、1985年には V6 エンジンを追加導入したほか、フロントグリルのデザインをほぼ毎年のように変えたにも、かかわらず、基本的なデザインが変わらなかったこともあり、 販売的には大失敗に終わり、1988年には姿を消すこととなった。フリートウッド・ブロアム・デビル・セビルの成功とアメリカ市場における少年ピシコを受け、フリートウッド・ブロアムやエルドラド、デビルなどの他の主力モデルも相次いでダウンサイズ及びエンジンの小排器量化を進めることとなり、フルサイズのデビルは1985年に全輪駆動化を伴う。 大幅なダウンサイズを行う。フリートウッドも1985年に FF 化され、大幅なダウンサイズを行うとともにフレームボディからモノコックボディに変更されている。1986年もダウンサイズ前のものが在庫販売され、1987年からダウンサイズ前のフリートウッドはブロアムに改名し販売された。 フリートウッドブロアムは1989年に同じくダウンサイズを行ったがダウンサイズ前のフリートウッドブロアムはフリートウッド同様ブロアムを後継にし続行生産されたさらに1980年の2代目セビルの登場と同時にこれまではフルサイズであったエルドラドはセビルとほぼ同じサイズにダウンサイズしセビルの二ドアモデル的性格が与えられた また、コンバーチブル人気の再燃を受けて、久しぶりにコンバーチブルモデルが用意されることとなった。なお、セビルとエルドラドの関係は、1986年に登場した三代目セビルにおいても同様であった。アランテ1987年には、アメリカ市場において高い人気を誇っていた、メルセデスベンツ SL クラスや、ジャガー XJS などのヨーロッパ製高級クーペ、 およびコンバーチブルの顧客を狙った二人乗りコンバーチブルのアランテを導入した。イタリアのピニンファリーナがデザインしたボディと内外装の高品質な作りは好感をもって受け入れられた。また翌年のインディ500のペースカーに採用されるなど大規模なプロモーションも行った。生産工程においてアリタリア航空のボーイング747から200回の専用貨物機で 半完成状態のボディをイタリアのピニンファリーナの工場に送り内外装を仕立てた上でアメリカに送り返しエンジンとトランスミッションを備え付けるという工程を採用この生産方式は世界一長い生産ラインと例えられたそのため価格はエルドラドの約2倍の54,700ドルという当時のキャデラックのラインナップで最高価格となったこともあり 販売は伸びなかった。1989年には 4500cc のエンジンに切り替え、翌年にはトラクションコントロールを装備。さらに1993年には最新鋭のノーススター 4600cc エンジンを搭載し、ヨーロッパのライバル車種と同様の動力性能を獲得するなど、 度重なるマイナーチェンジを行ったものの、売り上げは向上しないまま1993年に生産中止となり、後継車種は設定されなかった。デビル・フリートウッド・アランテの導入に先んじて1986年に導入された三代目セビルと、セビルと同時にモデルチェンジを行った、エルドーラド、そしてデビルやフリートウッドなどのほとんどの主力車種に対して、 さらなるダウンサイズを進めるとともに、ビュイックルセイバーやオールズモビル98リージェンシーなどの他ブランドの前輪駆動の量販大型車と、プラットフォームをはじめとする大幅な部品共通化を行った。また同時に、法人需要やリムジンへの乾燥向けに多く使用される、フリートウッドブロアムやブロアムなどの一部車種を除く、ほとんどどの主力車種が前輪駆動化された。 キャデラックは1940年代より、ビュイックやオールズモビルの上級車種との部品共通化は言っては、いたものの、シマロン以降の行き過ぎた部品共通化と全輪駆動モデルにおける急速なダウンサイジングは、他の GM ブランドとの間の差別化の失敗を招いたばかりでなく、同時にいったコスト削減と急激な電子部品の多様は、 品質低下と故障の増加を招くこととなり、結果的に、ブランドイメージが下落した。さらに1980年代後半に入ると、これまでの競合相手であった、リンカーンやヨーロッパの高級ブランドのみならず、ホンダの上級ブランドである、アキュラや日産自動車の、インフィニティ、トヨタの、レクサスなどの上級移行してきた、日本車との直接競合にも、 アメリカを含む各国の市場でさらされるようになる。さらに、ブランドイメージの低下に合わせて、アメリカ市場における顧客の平均年齢が、65歳から、老水死者までと言われるほどに上昇することとなった。五代目セビルエスカレード SRX と、STS 子のような状況を受けて、1988年にシマロンを廃止したほか、1997年には、 オペル・オメガのバッジエンジニアリングモデルである小型モデル、カテラを投入した。さらに1998年には、日本やヨーロッパの高価格者をターゲットにし、高出力エンジンと高品質な内装を備えた5代目、セビルの導入を行い、その後顧客単価の上昇と顧客の平均年齢の低下をターゲットにしたブランド全体の刷新と再構築を開始した。なおセビルは、 日本とイギリス市場での各半を狙い、右ハンドルモデルも用意された。これ以降、1999年に、キャデラック発の SUV となる、エスカレードを導入し、専用設計となった2代目以降はアメリカをはじめと、する、世界各国の市場で大きなヒットとなったほか、ルマン24時間レースへの参戦などの積極的な、マーケティング戦略を行い、 アメリカ国内のみならず、多くの主要市場において高級車としての人気を復活させた。なお、ブランド再構築の一環として、それまでカテラやセビル、デビルなどと名付けていた各車種の故障を、2003年のカテラの後継車種の CTS の導入を皮切りに、2005年にセビルを STS に、2006年にデビルを DTS にするなど、 ラテン文字のアルファベットを組み合わせたものに変更した。CTS からは、アートサイエンスと称するモダンなスタイリングに統一することで、若い世代を呼び戻すだけでなく、シグマアーキテクチャと呼ばれる新設計のプラットフォームを活かし、さらに、ニュルブルクリンクサーキットでのテスト走行を繰り返し、開発された、スポーツモデル、CTSV を投入し、 同時にモータースポーツに参戦するなど、BMW M5 や AMG E55 に代表される高級スポーツセダンの勾配層もターゲットに加えた。2004年にかつてのアランテを彷彿とさせる二度赤ブリオレのフラッグシップモデルとなる XLR と新型中型 SUV の SRX を導入するなどラインナップを拡大するかたわら、イタリアの宝石賞。 ブルガリとのタイアップを開始しさらなるブランドイメージの向上を行った。また2005年のフランクフルトモーターショーで発表されたシマロに来発の小型モデルである BLS を皮切りにヨーロッパ市場への本格導入を開始した。CT62007 年のリーマンショック以降の世界金融危機で起きたゼネラルモーターズの経営破綻とそれに伴う国有化の過程で ポンティアックやサターン、ハマーなどのブランドは売却、もしくは閉鎖されることになったが、キャデラックは高いブランド価値と安定した販売実績から、シボレーやビュイックらとともに、ゼネラルモーターズの基幹ブランド、そして最高級ブランドとして、新生ゼネラルモーターズに残ると発表された。2010年代に入り世界的に経済が回復する中、最小モデルの ATS や人気が高い SUV の SRX やエスカレードの新型モデルの投入を行い販売の手こ入れを行った。特に高級車需要が伸びている中華人民共和国では本国の米国を販売台数で上回る成功を収めて完全に復活した。またグローバル戦略の一環として新しい社名命名方式を定めエスカレード 唯一の例外としてそれ以外のセダンやクーペには CT が SUV には XT が社名として付きその後ろに車格を表す数字を付ける方式となった1910年代より柳瀬により日本への輸入が開始された当時の展示の記録写真にはカデラック社との説明プレートが車両足元に置かれている様子がわかる当初より 皇族や家族、政治家に愛好され、日米関係が悪化した1930年代の後半に至っても輸入が継続されたものの、1940年に日中戦争の影響を受けて、個人利用のための自動車の輸入が禁止されたため、輸入は中断された。しかし1941年12月の太平洋戦争の開戦後は、当時アメリカの植民地であった。 フィリピンやイギリスの植民地のシンガポール、中華民国の上海などで使用されていた、多数のキャデラックが露飾、接収され、現地の軍関係者などの間で使用されたほか、日本国内にも持ち込まれたと言われている。ご両者として使用された75リムジンの同型者、第二次世界大戦後は、連合国軍最高司令官総司令部の最高司令官、 ダグラス・マッカーサーの専用車として、全国の一般市民にまでその名が知られることになり、その後も多くのハリウッド映画で、アメリカの富の象徴として露出されたことから、日本でも、庶民の憧れの高級車となった。また、連合国の占領下の1950年には、それまで、長年使用されていた、メルセデス・ベンツに変えて、ご両車として導入され、 1960年代にかけて使用されたほか、力道山や石原裕二郎などのスポーツ界や映画スター、田岡和夫、小玉義夫などの実業家が愛用したことでも知られる。大型の車体と、その高級感からプロレス関係者にも縁が深い。日本プロレスの祖である力道山が多用しただけでなく、その弟子のアントニオ猪木も1972年に、 新日本プロレスリングを旗揚げした頃に、キャデラック・エルドーラドを、自らの専用車として使用し、倉前国技館など、東京都内の大会場で試合を行う際には、キャデラック・エルドーラドで会場入りしていた時期がある。対して、ジャイアント・ババは、全日本プロレス旗揚げ当時から、その生涯を終えるまで1967年式の、白のキャデラックを送迎車に使用し続けた。 これは、その巨体を窮屈に押し込めて、国産車に乗るババを見かねて名優である、ブルーノさんマルチノがプレゼントし、ババがその心意気に感動した経緯によるもの。さらにババの弟子である、三沢光春もプロレスリング、ノアのマット上で最後を迎える時まで、愛車の一台として、キャデラックを利用していた高級ハイヤーとしても使用され、1954年から1961年に、 かけて、日本空港リムジン交通では、数台のキャデラックリムジン75及び、セダン60シリーズを運行していた。その後も GM の輸入権を持つ柳瀬により、GM の最高級車種として、多数のキャデラックが輸入、販売されたものの、柳瀬は2002年末に輸入権をサーブとともに日本、ゼネラルモーターズに譲渡し、これにより柳瀬は、 GM の自動車輸入事業から事実上撤退したが、その後も国内最大のディーラーとして販売を続けている。一方、シボレーブランド社を正規輸入していた三井物産オートモーティブがキャデラックエスカレードを扱っていたが、GM 社正規輸入権の返上により、三井物産オートモーティブでの販売は終了。その後エスカレードは、 ゼネラルモーターズジャパンの手によって引き続き正規輸入が行われている。レーガン大統領専用車のフリートウッド・ブローアム、リムジンアメリカ大統領の専用車として、ウッドロー・ウィルソンが第1次世界大戦の戦勝記念パレードで、キャデラックのオープンカーを使いボストンまでパレードして、以降、カルビン・クーリッジやフランクリン D ・ルーズベルトなどが使用したほか、第二次世界大戦後も、 ハリー・エストルーマンや、ドワイト・ディ・アイゼンハワー、ロナルド・レーガンや、ジョージ・ウォーカー・ブッシュ、そして2009年に就任したバラク・オバマに至るまで、長年に渡りライバルのパッカードやリンカーンと共に、大統領専用車として使用されており、最も多く大統領専用車に採用された、ブランドとなっている。なお、ブッシュ前大統領は、 2001年1月20日の自らの就任パレードに合わせて納入されたドゥビル・リムジンの大地雷、防弾装甲が施された特装車を大統領専用車として使用し、2005年の2期目、就任時には新たに DTS ・リムジンが大統領専用車として納入され、2009年1月20日に任期が終了するまでの間使用した。 オバマ大統領専用車の DTS リムジン2009年1月14日には1月20日に就任するオバマ大統領専用車として DTS リムジンの新型特装車が一般公開された。この新しい DTS リムジンは前任者のブッシュ前大統領専用車の DTS リムジンと比べ走行がさらに強化されたほか最新の通信機器が装備されたが これらの装備で車重が増したために最高速度は時速100キロ程度であると発表されている。この車のシーには GMC トップキックのものが使用されており、イスズ自動車製ディーゼルエンジンを搭載している。車内には輸血溶血液と輸血装置が装備されている。他、フロントノーズの国旗と大統領紋章旗を夜間に LED で。 ライトアップする新機能が追加されている。なお、かつては、大統領就任パレード用のオープンカーも合わせて、用意されていたが、テロリストの対戦車砲などの重火器による襲撃を、防ぐことが困難なため、現在は、用意されていない。ありがとうございます。